第19代総選挙は、韓国の立法府である国会を構成する議員を改選するため2012年4月11日に投票が行われた選挙で、1948年5月の初代総選挙から数えて19回目となる。韓国では、選挙回数について、第会回ではなく、第々と数え、名称も総選挙ではなく、総選と表記するのが一般的である。 なお、この総選挙は、韓国の公職選挙法が改正されて、以降に国外に居住する韓国国民にとって、在外投票が可能となった初の国政選挙である。国会議員の任期4年が満了したことに伴い、行われた選挙である。今回の総選挙は、任期4年目を過ぎた、李昭弘大統領の政権運営に対する評価のみならず、12月に行われる。 大統領選挙の行方を占う前哨戦としての性格も合わせ持っていた。なお、清掃特別自治市長選挙と同日市の教育官選挙基礎自治団体長と広域議会議員及び基礎議会の再補選も同時に行われた。半奈良党から透明解消死党刷新を図る与党の瀬塗リ党に対し野党はリア・キヒロ政権と与党、セヌ党に対する審判を 最大争点に掲げて対決する構図となった。同時に民主党合党や統合進歩党など進歩系野党は地域区候補者の一本化を通じたの県連帯による世の逆転を狙った。また総選挙の結果が大統領選挙の結果を左右するとされているため有力候補者と目される牧区ネヒー,ー対策委員長やムンジェイン上人顧問等にとっても不鎮をかけた争いとなった。 2009年の公職選挙法改正で導入された在外選挙制度が初めて実施されたほか、ツイッターやフェイスブックなど SNS を活用した選挙運動が法定選挙運動機関外でも可能となった。第19大総選挙に予備候補登録、候補を擁立した主要政党を紹介する。なお民主党と新歩党は選挙協力で合意。 世論調査方式による予備選を通じて全羅道を除く各地域に統一候補を擁立した。立候補者登録は3月22日と23日の2日間行われた。立候補者登録が締め切られた23日午後6時、現在の平均競争率は3.7倍で、前回の第18代総選挙の4.6倍には届かなかった。この理由について、 中央選挙管理委員会では、民主党と新歩党の候補者一本が、前回総選挙で207名を擁立した、平和統一家庭党からの立候補がなかったためで、あるとしている。候補登録の際には流振られる記号は、国会に議席を有する政党には、議席数順、議席を有さない政党は、ハングルのナタ順で、無所属候補については選挙管理委員会の抽選で、決定する。 ただし、国会に5議席以上有する政党、直近の大統領選挙や国会議員選挙で有効投票3%以上を得た政党でかつ、国会議席を有する政党の場合は統一した、記号が付与される。本選挙では、セヌリ党と民主党合党、自由先進党、統合進歩党、創造勧告党の5党が該当した。選挙の結果、与党、 セヌリ党は152議席で選挙前より議席を減らしたものの単独で過半数を確保し、事実上の勝利を収めた。リ・アキヒロ政権審判を掲げた民主党は127議席で選挙前を上回ったものの目標とする第一党奪取をすることはできず、事実上敗北した。民主党と選挙協力を行った新歩党は13議席で選挙前を大きく上回り、 保守系の自由先進党は5議席で選挙前を半分以上も下回った。無所属は3議席で25名が当選した前回、選挙より激減した。選挙前に議席を許していた創造韓国党と国民の考えは議席を失った。なお、投票率は54.3%で過去最低だった前回総選挙を8.2%上回った。 年代別では60歳以上が68.6%で最も高く、ついで50代が62.4%、40代の52.6%と続いた。一方、20代後半の投票率は37.9%で、全世代の中で最も低くなった。今回の選挙で当選した候補者のうちで23人が政治資金問題などを理由に、 第20代総選挙時までに失職している。議席数で見た場合、保守系158議席、進歩系142議席で、保守系が過半数議席を占めた。しかし、政党別得票率では進歩系が46.75%で、46.03%を得た、保守系を僅差で上回る結果となった。新人当選者は148名。 女性当選者は47名で過去最高だった。前回選挙の42名を上回った。地域別で選挙結果を見た場合、首都圏では民主党がセヌリ党を圧倒し、新歩党も4名を当選させた。一方、軽勝道では、同地域を強固な地盤としているセヌリ党が手櫛と軽勝北道で全勝したほか、釜山及び軽勝南道でも、 圧勝、民主党は3名を当選させるに止まった。全裸道では、同地域を排他的支持基盤とする民主党が優勢となったものの、新歩党も3名が当選した。中部の中西道では、セヌリ党が民主党を抑え優勢となり、同地域を地盤としてきた、先進党は惨敗した。関温度では、セヌリ党が全勝、チェジュ特別自治道は民主党が全勝した。なお首都圏で、 民主党や新歩党がセヌリ党を抑え優位になった背景として、同地域で利用者が o SNS の存在を指摘する声もある。今回の総選挙から韓国国外に居住する在外国民でも投票することが可能となった。対象となる選挙は比例代表選挙のみであるが、住民登録、または国内居住申告をした在外国民の場合は、 地域区選挙においても投票ができる。選挙人登録は2011年11月13日から2012年2月11日までの期間に107カ国158カ所の在外交換で行われ、在外国民と国外不在者の投票は3月28日から4月2日まで居住国の交換に設置される在外投票所で行われる予定である。当初、国外不在者と 在外選挙人の登録は定調で1月30日現在、対象者223万3193人のうち6万9205人が登録。このうち在日韓国人など在外不在者の登録は、対象者91万8890人に、対し1万1444人に止まっていた。登録締め切り後、3月15日に確定した。 在外有権者数は対象となる選挙人223万人の5.5%に当たる12万3571名となった。投票は前述した通り3月28日から4月2日まで107、過国158カ所にある在外交換に設置された在外投票所で実施されたが投票率は2008年総選挙の投票率を 下回る45%程度に止まった。結果、今回の在外選挙では、在外有権者の2.48%のみが投票したことになった。地域別では、欧州の57.04%が最高で、続いて、アフリカと中東、米地域、アジア地域の順となった。セヌリ党民主党合党統合新歩党、自由先進党無所属派補欠選挙繰り上げ当選。 ありがとうございます。